皆さんこんにちは、三上雅史の趣味は園芸チャンネルです。よろしくお願いします。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、東京にあります尾崎フラワーパークさんという園芸店さんで、僕ね行きつけの園芸店さんなんですけども、そちらの場所をお借りしてお送りしていきたいと思います。今日のテーマは三上流いちご栽培の楽しみ方と題しましてお送りしてまいります。で、いちご栽培植え付けのシーズンがやってきました。いちごっていうとね、基本的に実がなるのっていうのは、春から初夏、5月6月あたりですね、なんですが、植え付けるタイミングっていうのは今なんですよ。10月11月にはですね、植え付けてほしい。園芸店に今行くと、尾崎フラワーパークさんにもこんなに売っています。これ一部です。たくさん売ってます。いろんな品種があるんですね。でこんな風にね、苗が売ってますので、植え付けてポイントがあるんですけど、植え付けのポイントをねしっかり押さえて植えて育っていけば、なんとご自宅で、はい、春に実がなるんです。収穫を楽しむことができます。僕も実際に育ててですね、楽しんでいるんで、今日はそのちょっと僕なりのね楽しみ方をお伝えしていきたいなと思っています。ポイントとしてはですね、普通にねプランターに植えて楽しむっていうのはできるんですけども、それだけではなくて、せっかくこれだけいろんな品種があるんで、ちょっとね先に言っちゃいますと、こんな風なねタワーにできるストロベリーの専用ポットっていうのが売ってるんですよ。花苗を植えても楽しめるんですけどね、こんな風にタワーにして植えることができますので、いろんな品種をね植えて楽しむことができるんですね。でも今回ちょっと3品種ぐらい植えたいなと思っています。そんな風に楽しむ方法であるのと、もう一つが、まあ、植え付けのねポイントもあるのでおすすめします、ご紹介しますし、プラスですね、ただただイチゴを植え付けるだけじゃありません。イチゴだけじゃなくて、コンパニオンプランツといって、イチゴの生育実なりにもですね良い影響を与えてくれる他の植物も一緒にここに植えてですね、イチゴだけだとどうしても実がなるまで、花が咲くまで寂しいじゃないですか。それまでも楽しめるこのイチゴのプランター、イチゴタワーを作っていきたいと思います。それでは始めていきます。さあまずは苗選びですよね。いちごの品種、まあこれ一部ですよ。尾崎フラワーパークさんでもねたくさん並んでいます。今園芸店に行ったらですね、本当にこうやっていろんないちごが売ってるんですよ。もう品種パラダイスですよね。で逆にどれ選んだらいいんだって悩んじゃうんですけども、まずこれから育てようって思った時におすすめ品種はあります。それはやっぱり育てやすいものです。もう初めていちご育てる方はですね、ぜひこの品種から始めてほしいなって、まさに僕もこの品種から始めた品種があります。それはこちらですね、方向早生という品種です。これね、宝塚市、兵庫県宝塚市で交配された作られた早生、早めにねなってくれる実がなる品種だから方向早生という品種なんですけども、まあ長年もう愛されていて、なぜこれがいいかっていうと、丈夫なんです。育てやすい、だから病害虫にかかりにくいんですね。なので初めてのいちご栽培でも、もうしっかりと日に当たる場所で水やりも管理して、肥料もね施してやっていれば、ちゃんと実がなってくれる。それが方向早生、素晴らしい品種です。僕もこれでしっかり実がなって、しかも美味しいです。甘みもあってね、美味しい実ができますので、まずはこれをね、育ててほしいのがおすすめです。で、他にも育てやすい品種ありまして、豊中ね。豊中なんてのもこれね、育てやすくて、結構ね、病気にも強いんで、こちらもおすすめです。で、あと、女峰も有名ですね。これはもうね、一時期こう、お店でもね、いちごといえば、女峰と言わんばかりに、置いていたので人気な品種として有名だと思いますけども、で女峰の後に出てきたのがこのとちおとめですね。これ栃木の品種で、日光の女峰山って山からの由来で女峰なんですけども、その後にさらにまあ美味しい実ってことでとちおとめが生まれたんですよね。栃木ですね、一緒にね。でもやっぱり家庭菜園って考えた時に女峰もね育てやすくて本当におすすめなんですよ。なんでこちらもねぜひですね、まあ、とちおとめも育てることできますよ。で、さらに秋姫なんかもね、育てやすいですね。ちょっとね、時間もあるんでね、サラサラっといきますけども、あとね、これでも他にもいろんなの出てきて、サントリーさんもね、これ、ミツカっていうね、品種だから、とにかくね、毎年園芸店でね、イチゴ選ぶの楽しみなんですよ。今年こんなの出てきたとか、いろいろね、発見もあったりして、で、ミツカってね、蜜に香るってなんて魅惑的な名前でしょう。甘すぎるって書いてある。で、ラベルを見ていただくと、どんな風に育つのか、育てやすいのかとか、どんな特徴の実ができるのかってのもわかりますので、これが一つチェックポイントですね。はい。で、これもね、おすすめですね。で、さらに、ここまでは、いきなりのタイプです。いきなりっていうのは、一つの季節になるって書きます。もうその通りで、基本のイチゴの育ち方なんですけども、植え付ける時期が今なんですね。今植え付けて、冬を越して、
冬の寒さに当たることで来年の春に花が咲いて、その後実ができてくれる。5月6月に実がなります。まあ、1年に1回しっかりした実がなるというのがこのいきなりタイプですね。で、対してですね、じゃあ他にもあるのってことなんですけど、実はね、その時だけじゃなくて他の時期にも実がなってくれるのが四季なりタイプっていうので、もうこれなんてもう四季なりって書いてますよね。四季なりいちご、わかりやすく書いてくれますね。こういったものが、まあ、四季って入ったら春だけじゃなくてです、まあ、春初夏、5月6月だけじゃなくて、うまくいけば秋だとか、まあ、はたまた暖かい気候であればどんどん花が咲いてくれて実をつけてくれるというのが四季なりいちご。なんかお得な気持ちになりますけどね。はい、これもね、初心者におすすめって書いてあるね。こちらね、なるなるっていうこういったものもあったりとか、驚きです。こちらね、白いちごですよね。そう、最近は白いちごも人気で、もう実が赤くならないですね。まあ、ほんのり薄いピンクのね、なりますけども、真っ赤にはならない、この白さの見た目も美しいいちごっていうので、もうこれもね、これ四季なりなのいきなりなのってどっちなんだろうと思いますけど、これ見てください。四季咲きって書いてますね。はい、これ四季咲き、四季を通して花が咲いてくれる、暖かければ春秋特に咲いてくれるって意味で、つまり花が咲けば実がなるんです。つまり四季なりっていうことなんですね。はい、こんな風に見ていただければいいなと思います。で、じゃあどっち育てたらいいのってことなんですけど、僕から言いますと、もうどっちも育てたいですよねまあこれから始めようって方は、分かりやすいいきなりでね、始めてみるっていうのもいいと思うんですけど、せっかくなら、まあ、今日お伝えしたいことなんですけども、やっぱりたくさんなるべく植え付けて、でたくさん収穫したいじゃないですかね。1ポット、もちろん1ポット買ってね、1つの鉢に植え付けるでも育ってくれるんですけど、まあ、よくあるのが、でもプランター、こう長いね、野菜用のプランターとかありますよね。あれに、まあ、3ポットぐらい植え込んで、育てるっていうのもいいんですけど、せっかくならいろいろ植えたいってことで、今回使う鉢はこちらです。はい、これがリッチェルさんのハーベリーポットってもので、まさにこういったベリー系、ストロベリーなどイチゴなどをですね、植えるための専用の鉢なんですよ。素晴らしいんですよ。これをですね、まあ普通に一つでも使えるんですよ。一つで三つ植えることができますね。形もおしゃれですよ、ね。これ自体が花みたいになりますけど。で、これをこう作って、なんと重ねることができるんです。はい。素晴らしいですね。つまり1段目、2段目、さらに3段目も作ったら3段という感じで、スペースを取らず、たくさん植えたいけど、やっぱりそんなにいっぱいイチゴだけに場所取れないよっていう。僕も家がね、そうなんですよ。他の植物もいっぱい育ててるもんで、イチゴだけにそんな場所取れないよって方にはまさにうってつけで、こんな風に小さなスペースでも、何株 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9 9株も植え付けることができる優れものなんですね。で、じゃあこれって、こちらのね、ポットしか、専用ポットしか売ってないのかって、売ってないな、なかなか手に入らないなって方もいらっしゃるかと思います。まあ、ネットで手に入れることもね、できるんですけど、驚きますよ。100円ショップでもね、似たもの売ってます。これも、同じように3つ入るんです。やっぱりでもこっちに比べると小さいサイズですけどね。で、これも実はこんな風に3つ植えれば重ねてですね、よっ、しっかりと固定することができますよ。はい、こんな風に、やはり9ポットですね、植え付けることが可能ですね。はい、こんな風に使います。じゃあどう違うのかというと、大きさももちろんね、やっぱりこのぐらいしっかり大きい方が生育上はいいですね。で、あとね、こっちね、やっぱ素晴らしいのが専用なところもあって、この水はけの部分もちょっと山なりになってるんですね。で、スリット状にこの穴も開いてるんで、しっかり水もはけてくれて、空気の通り道もあるんで、まあ、育つ面でもやっぱりおすすめかなと思います。かといってこっちもまあしっかりこうね、上に上がってるんで、風は通るんで育つことができます。まあ、お好きな方、これちなみにセリアさんで買いました。100円ショップのセリアさんで売っております。で、これに植え付けていきたいなと。まあ、今回こっちの方を使ってですね、植え付けていきたいなと思います。で、ただ植え付けるだけじゃありません。で、やっぱりね、同じ品種だけ植え付けるっていうのもね、なんで、僕的にはですね、たくさん植え付ける、しかもいろんな品種を楽しみたいですよね。なので、まあそうですね、まず方向合わせはちょっとマストで入れていただきたいところで、さらに育てやすいって言ったもので、どれか好きなもの選んでほしいんですよ。どうでしょう、豊の香入れておきましょうか。豊の香僕選びますね。で、1段目を方向合わせ、2段目を豊の香で、3段目でちょっと遊んでほしいなと思ってね、遊ぶって言ったらですけど、チャレンジですね。チャレンジ、いきなりで、まあこっちでしっかり堅実に育てて、3段目はあえて四季なりを選ぶ。はい、初めての方でも四季なりチャレンジできますよ。もうしかもこの白いちご、いってみますかね、四季なりの白いちごを3段目にする。こんな風にすると、これも育ててみたいけど初心者だから諦めなきゃな、そんなことはありません。
それぞれ段違いでね、育てることができます。しかもこれ外して別個で、ね、育てることができますから安心して育てられますので、僕はそういう風に育てて今日は作っていきたいなと思っています。さらに植え付け、これだけじゃないです。実は2株ずつ選んでますよね。もう1株はそれぞれの段、1株は違う植物入れちゃいます。それがコンパニオンプランツとしてうまく生育するポイントになりますので、それでは作っていきたいと思います。さあ、それでは植え付けていきましょう。まず用意する鉢ですが、今回僕はこのストロベリー用のポット、ハーベリーポットですね、使っていきたいと思うんですけども、ポイントはですね、イチゴって根の張りが浅いんですよ。そんなに深く張っていかないんで、つまり鉢の深さも深い鉢って必要ないんですね。逆に深すぎると水持ちがいいことになってしまいますので、ちょっと過湿気味になってしまう恐れもあるんで、まあだいたいそうですね、20センチぐらいあれば鉢の深さいいかなと思います。20センチ、30センチぐらいのですね、まあ、浅めの鉢を用意してください。で、今回僕こちら使いますけども、普通に長めのプランターでしたら、まあ大体3株ぐらいね、株間を開けて植えるとか、あと普通に鉢、一つの鉢でしたら1ポット、6号鉢に1ポットみたいな感じに植え付けていただいても構いません。植え方はこの後お伝えするのは全て一緒です。で、土ですけども、まあ、こっち出しましたけど、これね、草花用の培養土、野菜用ですね。野菜用、草花用、培養土、どっちも使える培養土です。でもね、こちら、こんな風に、イチゴの専用の土も売ってるんですよ。ね、素晴らしいですよね。これ、花心さんから、イチゴ専用の土があります。で、病気のにもね、強いし、しかも肥料も入ってるんで、イチゴもしっかり育ってくれるよって、もう至れり尽くせりな土あるんで、まあ、こちら手に入れば間違いないですね。こちら使っていただきたいんですけども、なかなか手に入らないよって方はですね、こちら、野菜用にも使える草花用、野菜草花用培養土ですね。はい、まあ、普通にこちらで OK です。で、ポイントは、買っていただくときに、どんな成分、どんな土が混ざっている培養土なのかって書いてあるんですよ、パッケージに。まあまあ、こちら、すいませんね、これ、もうね、こんな風に書いてたりしますよね。堆肥とかファイバーとかね。で、同じようにこのね、普通に土って書いてあるので、ポイントは、イチゴって、根の呼吸。前もやりましたね、これね。根っこってね、まあ植物全般呼吸してるんですけども、特にイチゴは空気が必要。根っこもね、とてもこう酸素分が必要な植物でもあります。ので、ふかふかの土がいいんですね。ふわふわの土といいますか。はい。ふかふかなの分かります？まあ、ふかふかにするには、ピートモス？ピートモスをね、入れてあるような土だとね、結構この、まあ、エアリー感というか、ふかふかな土で、イチゴにとってもいい土だなと思うので、まあ、そういったものが入っている土を選んでいただくといいなと思います。で、ピートモス自体はですね、酸性度が強い土なんですけども、こういうふうに、まあ、野菜用として売られている土の中のピートモスでしたら、もうすでに野菜に適した、酸性度になった土になっていますので、なので、野菜用の培養土を選んでいただくのがいいかなと思いますね。というのもですね、イチゴがね、野菜なんですよ。まあ、果物として食べられてますけども、まあ、厳密に言うと果実的野菜ですね。で、果物っていうのは木になる果実なんですよね。で、こっちは草なんですよ。そう、草だから野菜の方に入ってくるんで、野菜用の土が適しているっていうのも、弱酸性気味の土が適してるんですね。はい。なので、こちら使っていただくのがいいなと思います。逆にね、果実、ブルーベリーとかね、だと、酸性気味の土が好まれたりするんで、酸度も違ったりするんでね、そういう意味でもこちら使ってください。野菜用の培養土で OK です。で、ここに、もともとね、大体元から肥料、まあ、元肥とか元肥とか言ったりしますけど、入ってるんですけども、しょっちゅうね、肥料やるのもね、大変ですので、もう最初に元肥としてプラスしておくといいですね。出ました。花心さん。なんと、いちご専用の肥料も出てます。すごいですね。素晴らしいですね。で、これ使っていただいてもいいですし、まあ、なかなか手に入らないって方でしたら、普通にね、お家にもしありましたら、野菜用の肥料で OK です。はい、結局野菜なんで。見てください。後ろ。いちごも入ってます。ね、野菜の中にいちごも入ってるんですね。で、こんな風にですね、野菜用の肥料使えます。で、元肥として使えるものですね。で、適量です。この肥料によってね、分量って違ったりするんで。でも最初からもう一応入ってるものがほとんどですから、野菜用の培養土選んだらね。だからそんなに、この書いてある分量通りやるとちょっと多くなっちゃうんで、大体でいいですね。まあ、一握り、バーっと入れて、まあ、もう少し入れましょうかね。このぐらい。まあ、分量に合わせて、これはですね、パッケージに書いてますので、それぞれ合わせて入れていくってください。で、書いてあるよりも少なめに入れるのが僕はおすすめです。しっかり混ぜましょうね。これがね、偏っていると、根に直接肥料がね、くっつきすぎちゃって、根っこが肥料焼けなんてことになりますので、しっかりとしっかりと混ぜておきましょう。
ふかふかの土ですね。いいですね。エアリー感、空気が入ってるのが分かりますね。はい、こんな感じでいきました。で、じゃあ植え付けていきたいと思います。こちらね、さっき言った通り中心部にしっかりとね水はけ部分ができていて、この山なりになっていて、必ずしもね鉢底石入れなくていいなって思います。鉢底石って水はけ良くするためと、あとまあ土こぼれないようにするためっていうのもあるんですけど、これはもうネットはいらないですよね。網は必要なくてですね。で、土もそのまま入れてちょっとこぼれますけど、それでもいいやって方でしたらそのまま入れてもらっても構いませんが、まあ、今回はちょっとね鉢底石入れていきましょうか。入れるとしたらですね、まあ底が見えなくなるぐらいですね。まあ大事なのはここですからね。ここの方をちょっとこういう風にして中心部ですね。はい、こんなもんでいいです。あんまり入れすぎないでください。なるべく土のね量を多くしておいて、そこが根が張る場所になりますから。もともと浅めの鉢ですからね。で、土入れていきます。しっかり混ぜ込んだいい土ですね。まあだから本当に簡単ですよね。普通にね野菜用草花用培養土を使えるっていうところがね、いちご栽培の最大のね簡単なところじゃないかなと。わざわざ専用の土、もちろん売ってるんですけどね、買う必要もそこまでないと。まあでもね、やっぱり土で決まりますから、やっぱりしっかりとこのねいい土は選ぶようにしてください。中身ですね、パッケージ見てで裏見ていただいてですね、そういったちょっとピートモスとか入ってるふかふかの土を使っていただくといいかなと思いますね。ではいよいよ植えていきますね。ちょっとこちらを、そうですね、これね良い苗の選び方にもつながるんですけど、ポイントはまず一つ目がこの中心部です。この部分なんかギザギザしてるところあるの分かります？これね、クラウンっていう名前がついてるんですけども、まあ、王冠のように見えるからクラウンっていう部分、いわゆる成長点の部分です。大事な大事な成長点です。ここからどんどん伸びて花を咲かせて、で実をつけてくれる大事な部分になるんですね。なのでここがもう苗選びの時にしっかりとちょっと太めな、しっかりしたクラウンができているものを選ぶというのが一つのポイントになります。良い苗選びですね。そして葉がしっかりと茂っているものですね。でさらにもう一つポイントがあって、ちょっと植え付ける時に行くんですけども、植え付けますね。じゃあもうこれちょっと3段目にやろうと思っていたことですけども、この白いちごを植え付けちゃいますね。段ごとに変えたいと思ってます。はい。3段目はこの白いちごですね。エンジェルエイトという、四季なりです。で、まあ1段目、2段目の方に、この豊の花1段目、1段目方向合わせしますね。方向合わせ1段目、豊の花2段目って感じで、今回ね、植えたいと思いますが、まあちょっとこちら説明したんでね、せっかくなんでこっち今先に作っちゃいましょう。で、これをまず外しますね。外すときは優しく株元を包み込むように持っていただいて、必ずこのポットの方を外してください。はい、こんな感じですね。こんな風になります。で、無理に根は崩さなくていいです。はい、このままちょっとね肩の古い土を落として、もし苔とかね雑草生えているようでしたら取ってくださいね。まあ大丈夫ですね。はい。で、これ見てください。ここが重要なポイントです。苗選びもう一つのポイントなんですけど、ここ、これ何って感じですよね。これランナーって言って、まあ、ツルみたいなもの、ツル性植物の。これね、ビュン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 、これで伸びる。あ、これ。これちょうどいい。これ伸びてるの分かりますけど。これ新しく伸びたランナーって部分なんですよ。これ、イチゴって、実はこのランナーっていう、まあ、ツルみたいな茎みたいな部分を伸ばして、ひょろひょろと。で、この先に、ちっちゃいのできてるの分かります？これ、小株なんです。そう、子供なんですよ。もともとの親と同じものがここにできるんですね。折り鶴蘭ってね、観葉植物とかでも人気ですけども、折り鶴蘭もこんな風にね、ポコーンと伸びたとこに同じのできるっていうね、鶴みたいに見えるから折り鶴蘭っていうね、葉が美しい植物ありますけど、そのような同じような感じでできていくんです。で、これの以前の、だからこれって実は、ここから伸びた、これ、ここの部分をまた育てたのがこれなんですよ。新しい苗としても売られているものなんです。で、このランナーの残りがというか、残った場所なんですよね。はい。以前のこのランナーが残ってる部分で、ポットによってはしっかりこうやって残ってくれてます。で、残ったものを選んでほしいんですね。なぜかというと、植え付ける位置がこれでわかるんですよ。植え付けるとき、実はどっちになってほしいですかってことになるんですけど、もちろんこっちになってほしいですよね。この鉢の内側に実がなっちゃったら取りづらいし、土に実がくっついちゃってそこからかびちゃったりとかね、食べるのちょっと嫌になってますよね。
せっかくこのねプランターですから、こぼれるようにこう実がなってほしいですね。なのでこのランナーは鉢の内側です。はい、これがポイントです。ランナーは鉢の内側に向けて、というのもこの逆側から新しく伸びて、それここに花が咲いて実がなる性質があるんですよ、一応ってね。え、分かりやすいですよね。なのでこういうふうに、はい、こちらに実をならせたので、ランナーはこっち側、逆側、内側を向けて植えます。これで植え付ける位置は OK です。で、さらにさっき言ったクラウンですね。このクラウンの部分、これでちょっと先に一株だけ植えちゃいますね。土かけていきますけども、ここで植え付けるこの高さが重要です。浅植えしすぎず、深植えしすぎずです。特に深植え注意です。このクラウンが例えばもう土で全部埋まっちゃうと、大事な大事なここが花芽の形成部分なので、花が咲く芽ですね、埋まっちゃうとそこが、まあ、蒸れてもうダメになっちゃったりとか、しかも日が当たらないでうまく成長してくれないってことにもなりますので、埋めないでください。はい、かといってこの浅くしすぎる、まあ、苗によってはちょっとね、最初からここ根っこがもうなんか出ちゃってるような苗とかもあったりするんですね。でそこに合わせて植えちゃうと、根が出ちゃってるとそこから乾燥してダメになってしまう恐れもあるので、浅植えもしすぎず、だからこのクラウンの今見えているところのちょっとかかるぐらいでも全体には埋めないようにですね、このぐらいですね。まあ、かといってこの葉っぱが出ている、だからこの葉っぱのところに合わせる感じですね。葉の出ているこの茎の部分にちょうど合わせて土を入れる。はい、これで OK です。まあ、とにかく最大のポイントはクラウンを埋めないです。こんなぐらいですね。まあ、でも植え付けるときはですね、水やりのとき、この後水やって土がこぼれ落ちないように、このウォータースペース、だいたいこう指の第一関節ぐらいを目安に取っておきましょうね。はい、なんでこのぐらいのサイズで OK です。まあ、これ同じように他も植え付けていくってことになります。簡単ですよね。この2つのポイント、クラウンを埋めすぎない、そしてこのランナーですね、このランナーと逆の方に実がなる、だからランナーは内側にして植え付ける、これが大きなポイントです。そこさえ守っていただければ OK です。これはランナーが、古いランナー、ここにありますね。はい、ここにありますので、つまりこっちから実が、花が咲いて実ができるってことですから、こんな風に植え付けます。はい、こんな感じです。で、まあ、もう一つここ空いてますよね。ここにもちろん同じこのエンジェルエイト、同じ品種のイチゴを植え付けてもいいんですけど、三上流の楽しみ方としてですね、せっかくなら他の植物も楽しみたいじゃないですか。でコンパニオンプランツって言って、イチゴの、まあ、育ちを良くしてくれたりだとか、あとは病害虫を予防してくれたり、あと身なりを良くしてくれるような、そんなね相性のいいコンパニオンプランツってあるんですよ。それがこちら、じゃん。はい、まあ一部なんですけど、まずカモミールですね。はい、これはね、ジャーマンカモミールです。でカモミールなんでいいかっていうと、花咲く時期がね、だいたい一緒なんですよ。だから5月ぐらいですねに花咲いてくれて、つまり花が咲くと、まあ、虫来てくれますよね。で虫来たら受粉を助けてくれます。はい、で受粉を助けてくれるんで、わざわざまあ人工受粉って言ってね、手でこう花粉をねつけて人工受粉させて実をつけるっていう方法もあるんですけども、まあ、そこまでそれをしなくても、まあ、おのずと自然界のような形、自然の形でね、実をつけることができる、一番楽ですよね。そんなことを助けてくれるのがこちら、カモミール。いい香り、ちょっとね、こうやって、ちなみにハーブはね、少し擦るといい香りしますよ。あ、来た来た来た。あの、リンゴのようなね、爽やかな香りしますけども、さらにいいのがね、カモミールね、アブラムシ、対策にもなるんですよ。というのも、テントウムシが来てくれるんです。カモミールをね、好んでテントウムシが寄ってきてくれるんですね。テントウムシって、アブラムシ食べてくれるんですよ。すごいですよね。だから、アブラムシはもう本当に大敵じゃないですか。もう、イチゴもね、アブラムシもつくものですから、もうそこを何とかしなきゃいけないんですけども、カモミールがテントウムシを呼んで、それを食べてくれるんで、アブラムシ対策にもなるという、素晴らしい役割をしてくれます。で、もう一個、違う種類、ローマンカモミール。はい、カモミールでもいろんな種類ありますから、これはローマンカモミールですね。ちょっとこれはね、匍匐性ですね。この葉っぱがこう横に這うようなタイプ。でもね、花はこう立ち上がって咲いてくれるようなタイプ。こういったものもありますので、違うタイプを選びました。まあ、これをですね、まあ、1段目、2段目にカモミール植えたいなと思っています。
で、これ3段目なんで、3段目は高さが出てもね、上には何もないですから、ラベンダーです。これもね、相性のいいコンパニオンプランツとしてですね、ラベンダーはですね、まあ、これはもう結局やっぱり受粉助けてくれるもんですね。はい。これも花がね、同じ時期に咲いてくれますので、まあ、虫が来てくれて受粉をおのずとしてくれる。で、何よりも、香りが特にいいですよね。あー、いい香り。ですから、どうしてもね、いちご栽培してると、冬場に、冬場すごい大事なんですよ。この後育て方やりますけども、冬の寒さに当たることによって、花芽がしっかり形成されて、その後、5月、6月にしっかりした花咲いて実がなるっていうことなんですけど、冬場にもね、でも水はやんなきゃいけないんですよ。でも冬って結構葉がね、もうずっとこう青々とした緑ってなかなかいかなくて、もう結構枯れてきたりします。でも生きてるしっかりした葉も残りながらなんで、水やりしてでもこれで大丈夫なのかなとか、こんな寒いけど大丈夫かなって不安になって水やりをしそびれたりとかね、忘れたりしがちなんです。でも他の植物がこれも寒さに強いのを選んでます。ラベンダーとかカモミール寒さに強いです。比較的強いです。で、こっちを植えといて、こっちが育っていってくれてると、やっぱり水やりしなきゃって忘れないんですよね。で、乾かし気味でもね、いける植物なんですよ。このハーブたちはね。で、イチゴも冬場は、まあ、この後やりますけど、冬場の水やりってそこまでね、厳密にたっぷりたっぷりやる必要がないので、ちょうどいいぐらいに水やることができるんでね、おすすめなんです。というわけで、これを一緒に植えていきたいと思います。で、一番上なんで、こっちはね、ちょっとラベンダー植えたいと思います。もちろんイチゴだけでもいいんですけどね。でもね、やっぱせっかくなら他の植物も楽しみたいじゃないですか。で、このね、特にハーブだなので野菜用のね培養土で OK なんですよ。もう簡単ですね。もう普通に植え付けるだけです。はい、こんな感じでできました。ちょっとね、あまり見たことない形かもしれませんけども、イチゴしっかりこっちに実がなるように植え付けてますし、で一つはここラベンダーが育っていくような感じです。はい、さあ続けて、1段目です。先に3段目作っちゃったんで、1段目2段目作っていきたいと思います。さあというわけで完成しました。さあ3鉢できました。はい、で1段目がこれなんですけども、この方向和製、一番ね、初心者の方にもおすすめの育てやすい品種ですね、のイチゴ2株に、こちらローマンカモミールですね、植えております。さらに2段目には豊の花イチゴにジャーマンカモミールですね、植えてあります。でこんな風に重ねられるんですね。でもちろん1段ずつね、重ねずにね育てていただければ、ね、間違いなく日が当たるんで、そちらもおすすめではありますが、やっぱりメリットはこの重ねられることですね。3段目いきますね。3段目はお、天使のイチゴ、エンジェル8に四季なりですよ、しかもこれ白いイチゴですね、にこれラベンダーも植え付けました。こんな感じです。ダーンいいですね。ね、こうこんな風にですね、イチゴだけじゃなくですね、ちょっとずれてましたね、ここですね、こんな風に、ね、ハーブも楽しめる、そんなイチゴのタワーが完成しました。で何よりメリットはこうやって外すこともできるってことですね。で日当たりですけども、育て方として置き場所ですけども、やっぱり日当たりがいい場所、お日様大好きですね。もうしっかり日光に当たることが大切です。で寒さにはイチゴ強いです。でむしろ寒さに当たらないとしっかりした花芽が形成されなくて美味しい実ってできないんですよ。花咲いてくれませんので元気だね。ですのでもう冬外に出しちゃってください。で外の寒さでも日が当たる場所に置く、これが大きなポイントです。でこうタワーにするとどうしてもね、日当たりそっちから来るとこっちが影になりやすいですよね。なので気がついたらこう回転させる、それを忘れないようにしてください。それ大変だよって方でスペースがあるならば、いっそ戻して一個一個別にしてね、必死にしっかり日に当てていただくっていうのも一つかなと思います。はい、でそんな風に育てていただくんですが、あと水やりですね。水やりはもう通年同じですね。しっかりと土が乾いたらたっぷりとやるっていうことですね。で乾きすぎるとイチゴダメになっちゃうんで、根の張りが浅いもんで、結構乾きやすかったりします。かといって、まあ、水やりすぎるとね、特に冬場はね、休眠期で、成長休めてる時もありますので、冬場にも水やりすぎると過湿でやられちゃう恐れがありますので、適度に水をやるってことがポイントで、それができるのがこのハーブですよね。さらに冬の管理のコツなんですけども、冬まあ寒さに強い、まあ、このラベンダーもね、カモミールも強い、でイチゴも強いと言ってもですね、さすがに寒すぎるとやられちゃう恐れがありますので、そんな時におすすめ、これヤシの繊維ですね。こういうの売ってますね。
まあ、マルチング材です。この土の上にかぶせて、こう全体を敷くっていうことですね。覆うっていうことなんですけども、他にもバークチップとかね、いろいろありますが、まあ、ヤシの繊維今回使いたいと思います。こんな風にですね、もう簡単ですね。まあ、イチゴの方メインでやりましょう。こうですね。こうですね。こんな風に、まあ、土のところ、株をこう優しく覆ってやるような感じですね。こうすることによって、まあ、土の泥跳ねを防止してくれますし、あと乾きですね。乾きすぎも防止してくれます。さらに、地温のね、地温をしっかり保ってくれる土の温度ですね。そういった効果もありますので、こちらおすすめです。まあ、このね、ラベンダーの方はそこまで敷かなくても大丈夫ですね。まあでもせっかく見栄えもいいですからね、ちょっと敷いておきましょうか。で、さらにですね、冬場の管理で、これだけはしてほしいことがあって、ちょっとこの、あ、ちなみにヤシの繊維、他の段もやりますよ。で、ここなんですけど、先にちょっとお伝えしますと、これさっき言った、覚えてますか？ランナーが出てきて、ここに小株が生まれて、これがね、必要になってくるのは、全部実の収穫が終わって、そうですね、梅雨ぐらいの時期です。はい、もう実が終わりました。で、そこの後にもまたランナーを伸ばしてくれるんですよ。そしたらこっち伸ばしていいんです。ここに新しい小株作って、でその小株をまた来年の、またね、秋からしっかりと植え付ける育てていけば、毎年もう買うことなくどんどん増えていきます。で、小株1株だけじゃないんですよ。小株からこの孫株、ここからまた伸びて、もう1つのねランナーから数株取ることができるんです。すごいですよね。しかも1株から1つのランナーだけじゃないですよ。何本ものランナーが出てきて、そこにそれぞれ株を作ってくれるんで、本当に半永久的に毎年毎年この1回買えば新しい小株からイチゴを育てることができるっていう可能なんですよ。これ まだ育てて、その実際に植え付ける時期になったらですね、詳しくご説明したいなと思っています。で、大事なのは今は必要ないってことなんです。はい、これ栄養取られるんですよ。すごく新しい子供を作ってますからね。ってことは栄養取られる。今はね、栄養は株に集中してほしいんです。来年の花を咲かせて実をつけるために栄養は取っておきましょうってことで、ごめんなさい、せっかくね今作ってくれてたんですけど、今は必要ございません。株元から切ります。ごめんね。こういうことなんです。はい、もったいないですけど、今は小株を作りません。今作ったとしてもですね、その小株をね、今植え付けてもうまくいきませんので、もう取っちゃいますね。というわけで、はい、こんな風に、まあ、結構ね伸びてきたりします。ランナーが冬頃にね、また伸びてきたりしたりするんで、見つけ次第取るようにしてください。早めに取った方がいいです。栄養取られちゃうんで。さらにもう一つ、花ですね。これちょっとね、今回植え付けた方じゃないですけども、もうね、すでにポットの方でもね、ランナーいっぱい出てますね。これも切った方がいいんですけど、花咲いていますよ。これ今咲かなくていいですよね。可愛らしいんで、あ、いいな、もしかしたら実がなるかなって、このまましがちなんですけど、今は必要ありません。同じです。栄養取られちゃいます。なので花が咲いたらこれも切っちゃいましょう。結構冬時期でもですね、なんでってぐらいで今咲いてきたりするんですね。そういったものは適宜切り取るようにしてください。栄養取られないようにしてください。で、咲かせていいのは4月5月になってからですね。そこからはもう花を咲かせて、でもランナーはその時も切り続けてくださいね。花だけは咲かせていただいて、で実をつけてっていう感じです。はい、そんな風に育てていただければですね、毎年ですね、イチゴを収穫することができます。これ楽しみですね。僕も楽しみです。で、まあ、この後このヤシ繊維こっちも敷いておきますけども、いいのはね、やっぱりこれセパレートできるってことなんですよ。もう一回外しますけど、こんな風にできるんです。で、ちょっと先に言っちゃうとですね、来年まだ収穫しました、収穫終えました、で小株取りたいですってなった時に、この1つ目と2つ目、1段目2段目は一気咲きでしたよ、一気なりタイプ。その時に取ったら、まあ、お役目ごめんというような感じになるんですね。でも四季なりはまだできますよね。なので外せばいいんですよ、ね、こっちはこっちでまだ育て続けられるんですよ。で、こっちはこっちでそういう風に小株作って、また別で育てる風にできるっていうメリットもあるんです。なのでね、とってもこれはおすすめです。で、しかもイチゴ栽培だけじゃなくて、他の花苗植えてね、育てることももちろんできますから、まあ、本当に買っておけばね、ずっと使えますから。あ、ずれてた、ごめんなさい。結構本当にいいなと思います。セリアさんでもね、似たタイプ売ってますからね。あ、そうだ、水やりなんですけども、水やり
まあ、普通にさっきの水やりでいいんですよ。鉢の土が乾いたら鉢底から流れ出るまでたっぷりとやっていくっていうのが基本的にいいんですけど、このタワー型ですね、この積み重ねた状態での水やり、まあ、ちょっとポイントがあって、まあ、上に水をやりますよね。そうするとここから水が出てきて下にも行って、で最終的にこの一番下からその水も排水されるっていうような感じなんですけど、じゃあ上だけに水やればいいのかっていうと足りないです。はい、これだけだとしっかりのこっちのね植わってる方に水いかないんですよね。なのでやっぱりそれぞれの株に水をやってください。ここにやるっていうよりも真ん中にやるっていうよりも株ごとです。株に水やる、株に水やる、株に水やる、こっちもです。株に水やる、株に水やる、はい、そんな風に全ての株に水をしっかりやるようにしてください。そんな風にしていただければですね、お元気に育ってくれて、来年のね5月6月頃にはもう3種類のイチゴが実る、楽しみにしましょう。僕も楽しみです。またその頃にねうまく育っているのを願ってですね、YouTube 配信したいと思っていますので、失敗したらごめんなさい元気に育つのを願って、はい、というわけでまたそちらのねイチゴの続編もお楽しみということで、以上三河町の趣味は園芸チャンネルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンもお待ちしてます。ありがとうございました。